んこんにちは、石木まうです。私はもう20年も誘導瞑想をお教えしています。この番組では皆さんに感情をコントロールする誘導瞑想の仕方を教えしようと思います。皆さんはただこれを聞いて眠るだけ、それだけで十分です。では今日のテーマはこれです。今日の誘導瞑想のテーマは、できない自分をやめるです。あなたはいろんな機械とかコンピューターとか携帯とか、そういうものを自由に扱えますか？最近はどんどん新しい技術が出ますから、こちらも使い方を覚えないといけませんよね。でもそのうちに、ああもうこれはわからないと言い出して、使い方を覚えようとしなかったりして、そして最初は誰かに頼んで、これやってって言えばやってもらえるかもしれません。でもそのうちにだんだん向こうも迷惑しますよね。それであなたもなかなか言えなくなって、結局使えないままになってしまうということがありますよね。そうすると自分だけちょっと他の人とやってることが違う、ガラパゴス化していたりしますよね。本当はこの技術というのは、人を幸せにするために、またはもっと効率よくするために生まれたものですよね。それなのに、せっかく与えられたものを自分が使い方がわからないと言って学ぼうともしないで、使わないままでいると本当にもったいないことです。どうしてそんなにできないできない教えてというふうに言うんでしょうか。早い話、怠慢なんですね。自分がちょっと苦労してマニュアルを読むということが面倒くさいわけです。その面倒くささを直さなければいけませんね。もしあなたが面倒くささを直して、ちゃんと新しい技術を理解でき、使えるように学べば、あなたの世界はガラリと変わります。そして会社でシステムが変わろうと、あなたの家で新しいテレビが来ようと、平気で使いこなせますね。その方が絶対便利です。ではそれを直す誘導瞑想をしましょう。いつものように6歳の自分をイメージして、自分が6歳になったと思って目を閉じて聞いていてください。そこへ大人の自分がやってきて、あなたにこう言います。あなたは何か新しいことを言われたら、すぐに、え、できない、なんで自分が、と抵抗するよね。そしてできるだけ誰かにやってもらおうとするよね。それが無理だと仕方なく何とかやろうとするけど、できないのにやらされたっていう思いがあるから、結局やっぱりうまくできないよね。大人の自分はそれでとても困っているんだよ。あなたがそうやって新しいことを学ぼうとしないから、新しい仕事や新しい技術を覚えるのに時間がかかって、とても損をするんだよ。何度も何度も人に聞いたりミスをしたりするから、仕事を信頼されなくて収入も上がらないね。つまりできないって言い続けることは豊かになれないっていうことなんだよ。嫌だよね。あなたはできないって言った方が楽できると思ったんだよね。子供の時はお母さんがやってくれるとか、友達がやってくれるからお得だと思ったんだよね。できないって言い続ければきっと誰かがやってくれる、それまで待っていればいいって思っていたよね。そして誰かがやってくれると自分は守られている気がしたよね。それは全くお得じゃないんだよ。できない状態でいるのはいつまでも赤ちゃんだっていうことだよ。本物の大人にはなれないんだよ。狭い世界で同じことばかりする羽目になるよ。だからできないと言って逃げるのはやめなさい。頭が悪いんだと言って言い訳するのはやめなさい。もっともらしい理由をつけるのもやめなさい。あなたはとても賢いんだよ。ちゃんとあなたに分かるようにできているんだよ。だからちゃんとマニュアルを読みなさい。 Google で調べなさい。
そしたらいつかできるようになるんだよ。できると楽しくなってくるよね。できると能力が上がっていくから豊かになるよね。できるとお得で誇らしいよね。できる、できる。あなたに求められたことは未来の自分からの宿題なんだよ。できることが増えれば増えるほどあなたの世界は広がってたくさんの楽しみが生まれるんだよ。世界がどん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 発展していくんだよ。さあ挑戦しなさい。学びなさい。調べなさい。覚えなさい。未来の自分があなたを導くからね。挑戦しなさい。学びなさい。調べなさい。覚えなさい。理解しなさい。そして使いこなしなさい。大丈夫だよ。できる。